はい、こんにちは。無職の畑です。今回は白菜プランタ栽培の90日から135日までの様子をお伝えします。動画の内容は以下の3つです。 1. この動画の概要。 2. 栽培90日から135日目までの様子。 3. 栽培中の管理となっています。お急ぎの方は動画説明欄に目次のリンクがありますので、そちらをご利用ください。それでは進めていきます。 1. 動画の概要。白菜をプランタで栽培しています。毎年同じ場所で栽培をしたいので、プランタに植えて育てています。畑に植える場合、毎年同じ場所に植えてしまうと連作障害が出て病気が出やすくなります。違う畑に植えれば進む話ですが、家庭菜園用の畑が2つしかなく、そこには夏野菜を植えているので、白菜の苗を植える9月下旬頃に畑が空いていない状態となっています。なので白菜は昨年からプランタで栽培するようになりました。ちなみに昨年は失敗しています。栽培90日から135日目までの様子をご覧ください。栽培中の管理。栽培中の管理について説明します。水やり。水やりは2日に1回です。毎日水をやるとプランタ内が過湿状態になってしまうので、水やりは2日に1回にしています。逆にプランタ内が乾燥して葉がしおれた時は、表面に水をかけてしおれを取っています。プランタの土を見れば乾燥具合がわかるのですが、白菜の葉がプランタを覆っているので土が見えない状態となっています。毎回葉をかき上げて水やりする手もありますが、白菜の葉が傷む可能性があるので、2日に1回株元に水をあげ様子を見ている状況です。追肥。追肥は栽培100日目に1回施しましたが、肥料過多と思われる生理障害が出たので、その後の追肥は控えています。生理障害の原因は元肥が多すぎた、または土の pH が高かったのが原因かと思います。症状が落ち着いたら様子を見て、葉面散布で追肥をしてみようと考えています。しかし栽培期間が136日目を超えているので、この先枯れるか遠立ちする可能性があり、追肥をする意味もなくなります。とりあえず様子を見て追肥するか考えようと思います。まとめ。今回の動画を簡単にまとめます。栽培90日から135日目までの45日間の栽培の様子をお伝えしました。水やりは2日に1回で、追肥は1回のみです。追肥に関しては様子を見て施すことにしています、という内容でお送りしました。この動画の詳細は動画説明欄に書いてありますので、気になる方はご覧ください。過去動画に2018年の白菜プランタの動画がいくつかありますので、そちらも合わせてみると理解が深まるかと思います。それではご視聴ありがとうございました。